はい。お疲れ様です。山です。コントロール続きやっていきましょう。さあ、メンテナンスルームの先に行こうか。はい。で、サルバドールがどうのとか言ってたんですけども、彼は抑制セクターだっけ？また別の場所ですね。なるほど。ほい。明るい。やられてる。あ、普通にライトか。アイテム。上にあったりしないかな。ないね。ダメだ。あんまカメラ動かさない方がいいよね。酔うもんね。俺がね、まず。酔うんすよ。アリシュ wasn't kidding about that monster. あ、そっか、モンスター。モンスターがいるって言ってたね。どういうタイプですか？やばいのがいそうですけども。You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Can you help me find a prism? うん。あれ、壁か。ここでバトルかな。あれし、あ、あれが目的か。アリシたちここ通ってきたんじゃないの？やっといてくれよ。何？あ、ブラックロック。え？あ？あ？あ？粉々になってる。どこ？なんかいる。なんかいる。なんかいるぞ。なんかがいる。当たんない。二方向から来てない？前になんかいるんだよね。当たった。おお、そういうタイプね。隠れるタイプか。そういうの使ってもよかったね。あー、なんかいる。なんだろうね。まあ、最初に敵がいたから周りにいるんじゃないかと思って探したらいたってだけなんですけど、最初に姿見せてくれなかったら全く分かんなかったですね。さあ、これで終わり？で、これが多分ブラックロックだと思ったんだけど、ね、これがブラックロック溜めてる場所だったはずなんだろうけども、粉々になってたと。なんか撃てば。じゃない？そういう系ではない。違うんだ。なんか使えそうですけどもね。じゃあ行こうか。一応あそこに道があるんですけど、行く方法がちょっと分かんないんで、スルーですかね。お、これか。other dimensions leak in. We call these areas thresholds.The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's
That's where Black Rock comes from. You heard that too, right? Black Rock comes from the threshold. Quarry. So, the prisms must be there too. Contained. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Black Rock Line firebreaks are about. The panopticon container cells. I'm sorry to interrupt, sir, but I need the code of the bio elevator. Emily. The codes. Blackrock 665. Neighbor of the Beast. Get it? We can do that again.博士以外はテンション低めっすね。冷めてるというか。博士はこの記録に残すことすごいこだわってますけどもね。あの人だいぶ、あ、パドキーだ。冷めてますね。で、採石場は真ん中のエレベーターから行ける場所ね。はいはいはい。オッケーオッケー。で、665が、なんだっけ、コードなんだっけ。ブラックロック。ああ、はいはいはい。まあ、ブロックロックを見つけてから、その、超常現象、変貌アイテムとかを収めることが、まあ、すごい、簡単になったというか、飛躍的なね、進歩を遂げたということですよね。で、で、5番か。5番が開けられたら結構行ける場所、増えると思うんすけどね。上も行ってないな。何もなし？いや。ちょっとびっくりするよね。浮いてる人。はい。じゃあ先へ。で？あ？ここどこだっけ？エレベーターの間かな？あ、そうだね。これの3階に行けば、多分、採石場に行くんじゃなかったかな？ Everything here is crazy. Weird, but it feels right. Like how the world should be. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm...Happy. It feels sane. Or just the right kind of insane. はい。まあ、異常な状態ですけども、正気を保ててると、これでいいの？敵がいる。先制攻撃で敵はこっちからしか来れないでしょ。怖いから。なんかやばいの来た。え、なんだ、なんかマントつけてるけど。どこだ、下。おお、めっちゃ来てる。やべ、はい。意外と足速いんだよね。で、扉が2つ目。ここは前来たね。あー、うん？うん。うん？それでなんかいろいろはめたんだよね、あそこに。はいはいはい。今どこで、ここが多分ここが前開けられなかった場所じゃない？いや違う。あ、
あ、なんか踏んだ。あ、いた。は？あ、はい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 。一回来てるね、ここ。どこ？どこだ？あー、NSC エネルギー変換室。前来たんだ。そうだっけ。なんか見覚えあるような気もしないでもないけど。ん？待って、戻れなくなってんだけど。マジで。もう片方行けたよね。マジか。まあいいや。で、ここに戻ってきたから、中央から、確か行けたよね。あの、採石場。ちょっと戻るわ。はい。ここだっかな？中央戻ってきて、あそこ、アリシが巻いたとこね。アリシいなかった。だけど、作業員だけ残ってんだよね。なんか、変な感じしますね。全員で退避しな、あ、あ、呼ばなきゃいけないのか。はいはい。この3階が、処理場じゃない？あ、鉱石場？鉱石場？あ、採石場。はい。この上だよね。あー、行きますね。あの、誰だっけ名前つけてんだよね、能力に。が指さしてますね。下なんだっけ、毎回下も行けなかったんだよね。行ける。あ、ん？あ、ここか。そっか。ここがここに繋がってんだ。なるほど。なんでこっち戻れなくなってんだ？おう、どっちからも行けなくなってんだけど。なるほどね。はいはいはい。で、あと上行って、だよね。早く石を見つけないと。うい。敵がいる。あ。とりあえず、回収しようか。敵がいても大丈夫なんだね。あ、スナイパーライフルで。ヘッドショット難しいよね。いけるか。いけた。気づかないんだ、あいつとかさ。ん？上のは？なんでもないか。待って。で、ここから来たんだよね。うん。で、あいつも狙えるか？お、強っ。まあヘッドショットだよね。多分入ってんだよね。あ、そこもいた。バレた。やべ、やべの来た。トマシ来た。水が、勝手に発射しちゃうんだ。溜まりきっちゃったら。倒した？倒したっぽいかな。うん。声がでかくなってきた。お。どこだ。行くのは、あ、ここだね。外周通って、まあそこに行きたいんじゃない？
そうだね。はいはい。武器強化。お。NSC について。はい。コンテイナー。かっこ NSC。NSC っていうのは、なんかからエネルギーを抜き出すための方法として使われると、同時に、当人って書いてあるから人のことか、を人道的に収容するという目的も、機能も果たす。この NSC っていうのが、まあ、なんかからエネルギーを抽出することで、全体のエネルギーを賄うことができるんだって。操作局は完全に持続できるって書いてあるから、そんだけの電気が取れるんだ。はいはいはい。だって。NSC。これ？これやばくね？飛ばしタイプじゃない？なんだこれ。はい。で、あっちの方行くんですけど、下にもいろいろあるよね。階段状？うん。で、こういうとこは、多分飛び降りて行くんじゃないのかな。飛び降りてタイミングよくダッシュで飛び移る的な感じかなと思うんですけど、まあ、普通にね、行く道もあるでしょうけども。はい。すげえカクカクすんな。大丈夫かな？ん？こっち？赤いけど行けますね。お。扇風機、水機。はい。死の扇風機っていう超常現象とか噂があって、で、まあ、それを操作しましたとか、そういう話かな。めちゃくちゃ風が強いんじゃない？窒息させるんだって。で、まあ、二段目以降は、この操作局が多分まだできて間もないから、慎重に話を進めていきましょう、みたいな感じですかね。はい。死の扇風機。なんかロックマンみたいですね。これか。これ？これってこと？ああ、窒息する前に飛ばされそうですけどもね。うい。さあ、こっからが黒塗りゾーンですね。ここはまた出るんじゃない？あの、隠れるタイプの。違うか？ただの1エリアですかね。上気になるよね。ねえ見えないけどさ、なんかあるんじゃないのみたいなにはなるよね。はい。でエレベーターが1機とシェルター。大丈夫かな？最近汚染されてる部屋は見ないね。結局あの汚染はどうやって乗り越えるのかわかんないままなんですけど。エレベーター's broken。あ？ああ。さあ、緊急指令はすっ飛ばしといて、普通に降りるしかないと。まあ、どっからでも行けますね。で、この階は特に何もなくて。ちょっと待ってね、一応見ておくか。ないよね。はい。降りて。おいおいおい、爆弾いるんじ
あ、いべ。ちょうど当たんないな。ちょうど当たん。爆発。で、ここか。ダクトの上を通って。あぶだ、あぶだ。はい。で、こっちか。で、で、この下のダクトに降りて、降りて、はい。あんまカメラ動かしたくないんですけども、どうしてもちょっと気になるんですよ。気になるというか、動かさざるを得ないというか、しちゃいますね。まあ、まだ撃たなくていいでしょ。で、撃っちゃうか。早っ。洗脳マーク出てますけど、洗脳したところでなんだよね。爆発されても嫌だし、迷惑ですしね。はい。下の方真っ赤なんだけど、怖っ。そっから降りて、スレッショルド。うん。で、こっかな。え？今の衝撃で壊れたんだけど、ちょっと。脆いんだね。敵の声みたいなの聞こえますけども。パッと見見えないけどね。あ、真っ赤ですからね。どっから降りよう。あ、ここか。おい。で、OK。あ、戦闘でしょ。いた。できてんな。お、おー。あ、洗脳しなきゃよかった。もったいないな。お前は洗脳する。味方誕生。やれ。森？これさ、洗脳時間解けたらどうなんだろうね。さあ、時間か。時間とともに体力減ってんのか。さあ。てかめっちゃガクガクしてんな。ああ、じゃあいいね。解けたら、用なしってことで、終わるんだ。これなんか出てくるでしょ。大丈夫かな？おお、綺麗。はいはいはい。てっきりなんか出てくるのかと思ったけど、そうでもなかったね。多分この今ので今なんだっけ、異界化してて多分引っかかってたんでしょうね。はい。ということで、じゃあ今回これで以上ですかね。次回どこだ、この先に行けばいいのかな。なんかいろいろ鉱石取ってる感じしますもんね。はい。じゃあ以上です。ありがとうございました。